問題、この西鉄電車は何でしょう。Nゲージ問題、この Nゲージは何の西鉄電車でしょう。モザイク問題、この西鉄電車は何でしょう。Nゲージ問題、このNゲージは何の西鉄電車でしょう。イラスト問題、この西鉄電車は何でしょう。動画問題、この西鉄電車は何でしょう。発信音問題、この発信音がする西鉄電車は何でしょう。タカラトミープラレール問題、プラレールに商品化されたこの西鉄電車は何でしょう。乗車記念カード問題、この西鉄電車は何でしょう。車体、オフサイドイエロー、帯、ボンネット。1973年から大牟田線特急電車として福岡天神駅から大牟田間を運行していたんだ。1974年に西鉄で初めて鉄道友の会ローレル賞という賞を受賞し、2010年12月に惜しまれながら引退したよ。動画問題、この西鉄電車は何でしょう。西鉄電車をご利用いただきましてありがとうございました。